ポッポのこれなんだっけ、 K3 だったな、なんか忘れたけど、そういうやつですね。で、落としてから画面つかないってことで中は動いてるって話だったんですが、起動しないんですね、全然。なんて、もしかしたら電源コネクタが外れてて、それでもう電池切れかなと思って、とりあえずまあ裏入ってみようということで、ちょっとこれ今日はやります。
然つかない。ボルテーのかな、これ。全然つかない。吸盤こっちで動いてんのか、吸盤の方が。なんだこれ、どうやってんのこれ。画面取れたらシャレないな、これ。全然なんか基本使わないな、これなんだろう。結局おまけついてきた吸盤が一番なんかついてるんだけど開いてるかな、見えないやつ。ちょっと浮いてるかな。あんま力任せにやっちゃうと、ね、割れちゃうんで、本当にちょっとまあちょっとずつこう粘着は弱くする感じの方がいいかもしれないですね。まあ、引っ張ってれば徐々にこう弱くなってくるんで、特にこれ一回落としてるんで、落としてるところ中になんかこれでもなんか筋が入ってるんですけど、これなんか落としてるやつはこうちょっと割れやすくなってる可能性もあるんでね。プラスチックだったらいいんですけど、ガラスはもう割れちゃいますから、パリッパリッと本当にもう。ガラスだったらいい、プラスチックだったらいいんですけどね。打てないかまだ。足りないかな、ちょっとやっぱあれじゃん。
着いた。全然打ってねえかな、これ。もう固めるか、これ、ちょっと。足りないかな。上からやるか、ちょっとさ。一箇所取っかかりできればいいんですけどね、なかなかちょっと覚えてないですね。打てねえか。ちょっとこれは足りないね。ちょっともうちょっと温めればいいですね。
これでいいかな。あ、取れちゃった。ちょっと壊れた。ずいぶん使ってきましたけど、とうとう壊れましたね。全然ダメだな。やっぱ30秒で短いかな。ちょっと短めやったんですけど、やっぱ1分した、1分ぐらいなんだけど、ダメだね、1箇所あたり。いるかな。簡すぎるわ。新しい機能おろそ。危ないね。全く浮いてる感じがないもんな。よっぽどしっかりついてるのかな、これ。防水じゃないよな、確かに。こんぐらいとこうやってる時に隙間ふっと開くんですけどね、全然これ開かないですね。あ、入った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 、無理って入りました。ちょっとこれ OK、 こっ
待った。カメラにちょっと安くしようかな。あれ？撮れない？なんだ？あれなんで撮れないんだこれ。あれ？なんだこれ。シール厚いのかな、これシールが、幅が。あ、これシール幅が結構厚いですね、これなんかね。手応えがすごい。確かこれも確かですね、この中に一段プロテクターがあるんで、あんまりこう神経使わなくていいかなと。中に直接こう基板とか出てるわけじゃなくて、もう一個プロテクターがあるはずなんで、多分ですけどね。テープが強いのか、ちょっとこれなんかすごいかかるな。テープが強そうですね、すごい。あれ？またくっついちゃった。あ、危ね、やべね。割れそう。やべ。割れそうだ、これちょっとやばい。いけ。すごいこれついてるな、こっち。カメラ周り結構ついてますね、これ。危ないな、これ。割れそうだな、本当に。カメラ周りは結構なんか厚いシールがついてるんで、このままグッと周りが取れたからって開けちゃうと、もしかしたらこの後割れちゃうかもしれない。取って割れたら割れちゃうんですけどね。下か。あー、危ない。こんな感じです。かなり熱いですからね。もうここにもう全然分厚い、1センチじゃないけどかなりありますね。がっちり5ミリぐらいありますね。で、これがちょっとクセモンで、カメラ周りのこの厚いやつが油断して周り取ってやっちゃうと、これがくっついたままでパリッと割れちゃう可能性があるんで、これは気をつけた方がいいですね。危ないな、結構。で、これがまた、これからが結構ですね、いろいろ。これネジ用ですね。結構な数、ネジが23本だけなかった。ネジを外して、このサイドフレームからこのバッこれをカット開けなきゃなんないんですよ。これ結構ですね、面倒な構造になってます。
ネジは全部同じだと思うんですけど。白いやつですね、これ。あの分解の分解ネジ。たまにこれ違うネジがあったりする場合ありますので、端末によってはネジを見てやんないと。こういう周りネジは短いのがたまにあったりするんですよ。これ多分でも一緒ですね。このサイドのとこだったりとかですね、こういうサイドのところ、あとこう基板周りの方だと結構たまに短いのがですね、あったりする場合もあるんですね。ひどい時はあの3種類ぐらいネジありますからね。ひどい時はちょっとあれですけど、言い方は場合によっては、これ防水かな、これ。こんなきっちりくっついてるってことだ、これ。一応簡単な防水なのかな。今のところ全部同じ選手ですね、今のところ。この雨にじゃ取りにくいですね、何か知らないけど。磁石か、これピンセットでしょ。取れた。
ここはちょうどあのポップアップカメラのコネクターがあるところです。この一個だけ形なんていうかあれが違ってるところ、色合いが違ってるというかですね、色合い違わないか、ちょっとここになんかありそうなあれになってるので、ここを外してあげて、でこのコネクター、これを外してあげる、ポップアップカメラですね。であとはちょっと俺気づいたんですけど、横からはまってるんで、これを外してあげないんですね。ボタンあったら気づかなかったら、ボタンのケーブルと切っちゃった。あ、やばい、危ない危ない、これトレイがあった、危ない危ない、トレイ抜かなきゃダメですね。やっちゃうとこでした。カメラマンの手しかダメですよね。多分だからまあ電池交換とか、あの画面交換絶対こういうの工程をしなきゃならないわけですね。この工程を得なきゃならないわけですね。これはちょっとですね、あのカメラが多分こっち側についてくるんですね。これポップアップカメラがこっちの後ろの方についてきます。あれ、あー、アンテナがある、危ない危ない、忘れ、これシール外せない、これシールで外せないなんだ、危ない危ない、気をつけましょう。このシールをですね、剥いでからですね、本当は今剥がれちゃいます。危ないな。これあのカメラこっちついてきますね。で、ちょっと私危なかったんですけど、アンテナがすげえ出てますよこれね。ここと下は大丈夫ですね。下はちゃんとプロテクトされてるんですが、あ、これよくはまってるわ、しっかり。なんだ、まあいいや。こっち側にアンテナがあるのと、これ危ないです、アンテナがあるんで。これがしっかりついてるな、これダメ。残念ながらコネクトがちゃんとついてました、しっかり。
ないのね、これ上にひびがあるんで、これ原因かもしれないですけど、起動しないのかな、ちょっとな、起動しなくたら画面変えても直らないですからね。しょうがない、ダメですよね。せっかく手間かけたんですけど、残念ながら。一応こんな感じになってますんで、ご参考までに、まあ、バッテリー交換するときはまあこれで、まあこれ多分簡単に剥がせるやつなんであればいいし、画面は多分これがおそらく画面のやつなんで、まあ外して、引き抜いてあればいいかなっていうことですね。まあ戻しましょう。しないからな。残念ですが、しょうがないですね。ちょっとこれは画面交換しても使える当てがないので、これもなんか部品取りにしましょうかね。これ部品取りも何が使えるか、カメラとか画面がダメだからな。基板もちょっとこれ怪しいもんな、なんか。ジャンク品ってまあこうあるんですよね。なんかこれも分かんないですよね。前の人が言ってるの本当なのかって分かんないですよね。本当に起動してたのか、それとも売るために嘘をついてるのか、それか本当に起動しててこう時間の経過とともにダメになったとか、そういう反応つかないですからね、なかなかね。まあ、すぐ分かればすぐ連絡とかメッセージするんですけど、これも結構時間経っちゃったんで、買ってその確認した時で時間が経ったんで、まあ、メッセージもできなくて、まあ、メッセージしたところでね、結構スカッとされますからね、場合によっては。仕方されるとですね、まあ、仕方するのが気づかないか分かんないですけど、ね、もしかしたら、気づかないだけかもしれないけど、メッセージそれは分かんないですけど、
到着品だったらね、こうしつこくあれしてあれするんですけど、まあそもそもジャンクだからあんまりこちらもね、いやいや言えない部分があります。状態が違っても、私だって売るときですね、あのジャンク売るときには、まあ、状態変わるかもしれないんでって一応書いておいて、なんでまあ、ついてからね、違うぞって言われても、いや、それはね、ジャンクですからって言うしかないんで、こっちも。まあ、私もジャンク売る方、売りも買いもするんで、まあ、売る方の気持ちもわからないでもないですし、まあ、買う方の気持ちもわかりますけど。間違えた、まあ、別にいいんだけど、同じネジだからいいんだけど、ここはあれだな、まあ、ということで、残念ながら金やコネクターではありませんでした。プラスチックかな、これよくわかんないな。ちょっと残念ながら、いい結果が出ませんでした。ありがとうございました。